はい、皆さんこんにちは、アチでございます。ドラクエ5ですね、やっていきましょう。さあ、この洞窟を探検してきてるんですが、私の予想を、綺麗に裏切られまして、魔法の鍵ではありませんでしたね。ただ魔法の鍵が入ったので、行けるところが増えたんですね。そこをちょっと過去に行ってたところも、確かめていかないといけないかなっていう。でしょうかね。あら、ベギラも唱えたか。あ、違うよ。千代さんは、とにかく敵に支援が入るとすぐ使っちゃうんだよね。はい、あちお、ああ、レベル2になりましたな、あちおね。1から3ポイント、メモが2ポイント、1ときの10ポイント、マジカバが4ポイント、シャナックを覚えましたよ。グレムさん、レベル9に上がりました。力2ポイント、メモが1ポイント、1ときの10ポイント。さあ、お金がまだ、2000かまだ。いや、まだまだいっぱいね、買いたいのがあるんでね。あ、これ使うな。あ、使う。うわあらららららら。泥仕合。はい、ヒデツさん、レベル19に上がりましたね。力1ポイント、ミノモルが3ポイント、マキトクの12ポイント、マキパが4ポイント。ヘダチさんね、使いどころどこなんだろう。ちょっと、使いどころがね、あ、ちょっと待って、本当私どこなんか使える？風神盾使ってみよう。何？消し去るの？イフランかい？フラムだね。風神っていうから、てっきりバギーマとかそんなんが出るのかなと思ったんだけど、いいフラムでしたか。はい、ゾンビライトやっつけましたね。あ、ソハラさんレベル18に上がりましたよ。力3ポイント、一文字が3ポイント、マジックパーが2ポイント。おっと、で、こっち行き止まりかな？これくらい？あ、行き止まりだね。じゃあ、ここの洞窟は終わったと思っていいよね、ここね。一応ね、全体見ますけど。私マミさんだね。当たったね。あー、ベホマトライもちょっと仲間できないかな。
なのね。あまり敵のレベルがね、レベルが低いでは敵が格好してないと、マヌさんってあんま効かないよね。聞いたところで、当たる気がするんですけどね。はい、痛い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 。おー、さらに痛い。あ、出ましたね。ということはそういうことなんでしょうね。じゃあ、私は一遍使ってみましょうか。魔法の銃弾を。え、広げられない？ちょっと、どういうこと？道具、平地じゃないといけないとか、そういうことね。あ、あー、でも、でも、あー、何これ。あー、そういうことね。よくできてんね。ああ、木とかは壊れないんだ。あくまで絨毯なんだ。なるほど。お、そう、あんまり絨毯使ってるときに、月は地図がショートカットに見えるんだね。あの、知ってあるか？ああ、いいえ、知ってる。この世界のどこかに太陽の冠という兜があるらしいが、なんとそれを被ればメガンテもなるのその、で、ほんとかい？かい？メガンテもなるのそのすごいね。あ、カシコさん谷ね。さあ、カシコさん谷はね、せっかくなんで、ヘタチさん、あなた、カシコさんどっかでしょ？そうだよね、63。あちおは？ 50。私は？ 63。あ、私も結構あんだね。まあ、レベル高いもんね。でさあ、じゃあね、ヘダチさん、カシコさんの種を使ってください。2上がりましたよ。さあ。お、ニャーンはいるけど。ニャーンとね。おー、ところぼこがあるよ。うん、本は変わったままなかったね。で、ところぼこは？命の石、あら。あ、いいうちにしね。ちょっと肩透かしな気分だけど、まあまあ、メガンテくらいでも大丈夫だもんね。さあ、じゃあどうしようかなってところがあるんですけど、正直ね。あれかな？はい。道具。ここでダメなのかな？ああ、ここで広げられないんだね。道具で、しかも、敵出てこないんだよね。すごくいい。あ、なるほど。で、これで見て。あの場所ね。ちょっといろいろ、ぐるぐる見てこいと。そういうことかな。これはなんだ？あ、これは序盤で行ったとこだね。ということは、ここはもう序盤なんだから。必要ないということなんだよね。あと、魔法の鍵はどこまで行けるのか。そこはちょっとね。きっとこの辺は、この辺はあれなんだよね。あ、城がある。あ、間違えちゃった。まあ、でもちょっと寄りますか。よいしょ。ほい。おかしいな。どこで残したかな。この前、タミヤ商人が手に入れた鎧がないんですよ。こういうものにも出さないと大切にしたんだけど。何それ。星が綺麗だな。うがうがと。あら、渡れない。あれ渡れない。これ、ヘンリーがいるとこでしょ。ナイハット王国の栄光ありすぎて、これのために行くと、夜はそういうことなのかな。じゃあ、止めましょうか。はい、64ボルトね。
そういえばあれだね、マリアさんももう王妃だもんね。あ、王妃じゃないのかな。あと先生、この人鎧って言ってましたけど、毒針、基礎の毒針ね。いいのはいいんですよね、毒針ね。毒針なんか戻そっか。日立あたりに戻したらいいかな。毒針ね、日立持ってるでしょ。ああ、どこにも持ってるんだよね。どっちがいいんだろう。ちょっともうちょっと考えましょうか。これはあんた知ったらだね。昔ヘビーさんと一緒に異世界を退治した男のことじゃ。なんとあの方はグロンバネの王様だったんだな。大体名前になられた途端に行方不明になったとかで、この国の門を探すためにグロンバネの人たちが訪ねてきたりもしたんだよな。そういえばあんたあの子に2着、2着るな。本人ですかね。これ LINE あったな、これ。じゃあヘンリーに挨拶しましょうか。ヘンリーとも久しぶりだもんね。ここラインハットの後ろ。は？あ、あなたは確かヘンリー様のお友達のアジェ様。どうぞお座りください。あ、なんか気持ちいいね。そう言われると。あ、ヘンリー何してる？ここは違ったかな。あ、おでこに単語が全くコリゾーディが流されてしまいますと。エール王様はこの国を再び権力争いが起きないよう結婚したおつもりなのか。そしてちなみに僕はヘンリー様の一人息子コリゾーディに決まりだからなとは思われる。この多い軽食ですね。いろいろありますけど、ここはあ宝箱、あそっか、あれヘンリーの宝箱だ。空っぽなんだよね。あ、ヘンリーともいろいろありましたけどね、やつはなかなかいい王様になりましたから。で、マリアさんと結婚しちゃいましたよね。マリアさんも兄貴のことどうするんだろう。ねえ、まだ変わんないのかな。大学者デズモンさんのお部屋です。はるか昔、ユキアローが戦いの時に身につけていたというマークが今の記録が残されて、あ、これ知らない。優れた防具は優れたものが身につけたことを真の力を出し得るかな。アチェ様がグランバニアのになるときは、勢いを呼んでおります。アチェ王になるきっと使いこなせるはずが嬉しいこと言ってくれるね。ところどころちょっと話がね、更新かかってるんですね。あなたはアチェさん、いや、アチェ王。あなたが行方不明になったときは本当に心配しましたよ。でもグランバニアに戻られたときは、またこの国に来てくださると思っていました。どうぞごゆっくりこちらでくださいと。ライハットやくぞ。こちらにおわすのがデール王でございます。あ、デール様、忘れちゃったんや、私。さあ、ここはヘンリー様と奥様のお部屋。無用なものはある。あ、あなた様は、さあ、どうかお取りくだされ。あ、子供できてら。誰だ、お前は。ヘンリー、こら、こんにちは。お客様の方って、お前だ、なんだ。あ、もう動けんのね。あ、いや、申し訳ない。私の息子は失礼よ。あ？よう、あっちは、あっちじゃないか、待ってたんだよ。お前がグランバニアに無事戻ったって聞いて、本当に嬉しかったんだって。あっち大変だったなぁ。まったくお前はこのばかりするやつだよ。あ、でもまあ、こうしてまた会えて嬉しいで、あ、そうそう、俺子供ができたんだよ。息子のコリンズだ。あ、これはちゃんと挨拶しないか。この時代がいるそうですね。今、子供殴っちゃったりするやばいよね。あ、いて、あ、はじめまして。いや、悪いとはもうわんぱくでさ。ところで、あっちにも子供がいるんだろう。うお、その子か。やっぱり、その前に見てるな。あ、そうだ、子供は子供同士、コリンズに城の中を案内させる。え？あ、コリンズ、城の中をいろいろ見せてあげなさい。はーいっと。あらららら。よくできてんね、もう。あやれやれ、うるさいのがいなくなってほっとした。こっちもほっとしたよ。まあ、あなたから、本当はコリンズが帰るに帰る仕方がない。わあ、それだよ、マリアと。こいつ誰にいたんだか、俺の小さい頃はもっとおとなしかった。いや、あんたにだよ。本当に。アーチェさんは今の大変さを過ぎてるんですね。あなたにはきっと世界を平和に導くようなキラシパスワってすごく無責任に言われてる気がするんじゃないんですけど。さあ、身軽になったね。変わった本は。あ、またこれで、ああ、ここでじゃあ動けるんだ。どんな息子たちは下に行ってんだね。あ、でもここか。さあ、どうしたもんだろう。
回クルメなんですが、本当に失敗しましたけど、頑張りに作られてみて、またこのクルメも来てくださった。ああ、これは一緒ですね。さあ、私、左から来たかな。いや、左から来たよね。じゃあ、こう行ければどうなるんですか。あ、こういうことか。で、ここを下に行きましょうか。あ、時間なくなっちゃいましたね。あ、いや、違うね。あ、いや、ごめんなさい。お、この音は。お父さん、コルズ君がいなくなっちゃった。あ、コンビの新車ってこいって言うからですね、宝箱を開けたら、そのうちにどっかに行っちゃって。お父さんも一緒に探していや、なんかめんどくさくなばっか。もう、やつは本当にヘンリーの子供だな。同じことしてやがるよね。あ、ここじゃないね。ここじゃないと、これからっぽだろうね。ここなんだよ、確か。あ、椅子調べたらよかったのかな。なんか、ドリル階段見つけた。懐かしいな、これ。すでに懐かしいね。あ、こんなところに階段が。お父さん、すごいよく知ってんだ。当たり前だよ、もう。二台にわたってやってからね。あ、なんだ、もう階段見つけてしまったのか。もう、つまらないやつだな。しかし、コブの収支は見つからなかったけど、コブとしてやれないと。ん？またかい。あ、これぞ、またこんなところでいたずらしやん。あ、違うね。あ、なんだよ、いいじゃないか。また、お父上に叱られますぞ、さあさあ。あ、引っ張ってかれましたね。さあ、こっちできるんですよね。あ、さあ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 。難しいね。じゃあね、これで終わってみましょう。ドラクエ5で終わってみます。ありがとうございました。